広重土ピンさんとも、ひろあきふーちゃん、ショーンガンキッチンジョーショーゴ、雑巾ラモチスヤッチダイナベちゃんカイザーリンタロキヨタンルマオとバンブー広重ヨッシーパパナベちゃんヨッピーワンザワイアンエレメンツレフバンコンサーお豆腐ショーンミッキートミーシューンエイン、ユウスケ、シャネルタン、ヨーヨー、マエちゃん、ジョウタロウ、サリマ、キヨタン、ジンタン、ヤート、ジンタン、オノッチ、サバババ、ヤマト、コン、エイン、クマちゃん、チョモランマ、ヤス、ドラッキー、トモ、ヒーロー、ビヨー、トウフ、マーク、ユウスケ、クマちゃん、フッシー、ポリリ、ユウスケ、こんばんは、ヤホー、ちょっと目薬、目薬がない。どこに飛んだの？ドブレリユウスケ、シンヤスーさん、リフ版シャネルタン、チアナゴ、ありがとう。カズブリリー、ワンダー、コウヘイ、小室さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。元気ですか？なんか暑いね、今日も本当に。うわーん、目薬の子。ちゃちゃちゃん、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん、100円みっけ、100円みっけ。ちょっと待って、そんなこと言ってる場合じゃなくて、目薬、取ってくるわ。よいしょ。いい感じ。どこに呼んだんだろう。小刻み、ひるしげ、かじくん、ひらあきかわいい、ありがとう。ヨッピーかわいい、ありがとう。ありさこんばんは。ダメンズナースプリリ、こんばんは。よいしょ。よいしょ。お疲れですか？なんかお疲れが眠い。ただ単に眠い。CM の雰囲気変わったっていうか、多分髪の色抜けたんじゃね？分からんが、多分だいぶ髪が今明るいと思う。クマさんヒヤしてたっけ？全然覚えてない。今日の睡眠時間何時間？分かんない。3時間ぐらいじゃない？3、4時間ぐらい。うん。ひらにこんばんは。なんかこの辺気がおかしい。ちったんかわいい、ありがとう。なべちゃん、ちんたんお疲れ、性格もくびぶり、ありがとうございます。ふみとはじまな、かしもんペンギン、こんばんは。なんかもう今日マジでね、睡魔来ちゃってやばかった。今日夜ご飯食べながら、って感じ。うん、
やばかった、出かけた、マジで意識飛んでいくかと思った。うん、あ、そう、眠いからけ配信ちょっとにされてもり、絶対1時間以内に終わらせる。でちょっと洗濯も干したいのと、あとなんかいろいろもろもろちょっとしなきゃいけんことあるから、まあ長くて1時間です。うん、イアンかありがとう、ありがとうございます。まあ、多分ね、あーそう、裏サイの DVD が円盤化が決まりました。拍手。なんとあれだよね、確かあの30日のやつもラストアイドル、ラストアイドル、あ、そう、フェアウェルパーティーも収録されてて、完全受注生産で予約受付期間9月26日、だいぶ長いね、9月26日までとなっておるらしいですので、ぜひぜひ、うん、歌ってくれますか今日も。今日は歌わないよ。うん、いくらあれでも幸せな収益、まあ大人の話すぎるから幸せな、そういうことあんま言えないけど、まあ、ラサイじゃないからね。今日放送してたの、あ、本当ですか、ありがとうございます。なのでまあぜひぜひそちらの方も見てみてください。リツイートしとこう。リツイート、リツイート、何だっけ、メガホン、メガホン、逆だ、メガホン、できた、カズ、こんばんは、直樹、こんばんは、こんばんは、ね、メガホン、トモかわいい、絶対ありがとう。ありがとうございます。ちょっとエアコンつけるわ、エアコン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 、ラッキー、目が本当に疲れてます。濃厚接触者になっちゃって数日間自宅待機な、いやー、なんかもう本当流行ってるから、もういくら意識してもさ、濃厚接触者とかも逃れらんないよね、気をつけて。うん、みんなも気をつけてね。島のココアでも反応してないわ、ここは、ここは、一回ね、めっちゃ前、ほんとそれこそ半年以上前に一回なんか「あー」ってなったことあって、で検査したけど全然大丈夫だって。なんかほんとにどこで、だ電車とかだと思うんだけど、一緒にとか分かんないよね、ほんとに。うん、買い物はまあワクチンは打ってはおる。うん、みんなも気をつけてね。うん、ココは飲んでない。僕、こんばんは。うん、職場に置いとくと秒で離れしちゃう。ラストライブの日ココは反応した。マジか。受験さん、総理、みっち、こんばんは。
こんばんは。え、待って、基本うがい手洗いニンニクランを何宣伝してる？うん、なんか昨日さ、なんかテレビをつけてたの、夜中にね。テレビつけてたらなんかだんだんさ、だんだんショッピングのテレビしかなくなってきてさ、あ、この時間でショッピングしかないやって思いながら見とった。ザ仕事人、こんにちは。今日1日で30回ぐらい交代問い合わせ来てる。地元の薬局行ったんだけどさ、何買いに行ったの？お茶買いに行ったんだ。お茶買いに行ったんだけど、薬局安いじゃん。薬局？薬局っていうか、なんか松木屋みたいな安いじゃん。で買いに行ったんだけど、お答え系サキットも売り切れだった。なんか入荷見てみたいな。うん、どう？ゴリラテープ、もちづき、うん、ばあちゃんなんかしてる。月ちゃんこんばんは。うん、やたらセサミンとグルコサミンとコンドロイチンのシーン、確かに。うん、777無事開催されるのを祈ってます。ありがとうございます。マジで結構出演者も多いから怖いですよね。何があるか分かんないし、まあちょっと本当に全力で取り組みますわ、感染予防対策に。うん、怖いね。服着れる。昨日羽毛布団したわ。とあとなんかダイヤ、ダイヤ6万7万いくらかなんかダイヤ。うん、ずっとないです、入荷未定ですって言ってたな、疲れた。なんかあれポスターみたいな貼れば、うん、でも高いんでしょ。なんとそれが19,800円。19,800円。月ちゃんハートありがとう。うん、それがダイレクトでパスに聞くとは思えないけど、で巡り巡って聞くかもしれない。うん、信じれば叶う。月ちゃんハート約ありがとう。うん、今日自主的に抗体検査したよ。白石家抗体検査キットめっちゃある。なんかあった時のために。うん、最近マグネル、あー使って、干してある。電話問い合わせだからポスター貼っても意味なくて。なんかさ、留守電にさ、現在抗体検査のお取り扱いはございませんってさ入れちゃってさ、留守電聞かせてからさ、あーもしもし変わりました、なんだか薬局ですみたいなのにしたら、もう言っちゃえば、この電話は防犯のため自動録音させていただきます、また現在は抗体検査の発売はございません、入荷も未定ですみたいな。したらガチャンって切るよ。うん、エアドッグがめっちゃ値上げした。エアドッグってなんだろう。うん、結局分解されて吸収されるんよね。トゥルースリーパーだけは欲しい。今らはもう一つ半額にせや。売り切りたいんや。ピーナッツボーイこんにちは。まぬきこんばんは。今日の声おとなしいものでなんかいいね。本当に結構うるさくなって、うん、なぜかワイテレビつけると通販番組やって、その時間につけるのか、そのチャンネルをつけてるのか。病院来て希望での検査できないって言って目の前で救急車呼ばれて泣きそうになったことあるね。え、何それ。怖っ。うん、今から警察呼んでやる、呼んでやらなくた、ピー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 プルルル、あーやめてくださいお客様みたいな感じかな。うん、さ、なぜかワイエアドッグは高性能空気清浄機。そうなんだ。しじみ週間なら2箱無料。2箱お知らせください、お知らせください。ただいま抗体検査の販売はございません、店舗に行って確認してください。つーこんにちは。目がつける。なぜか竹本ピアノ、竹本ピアノ。アスカこんばんは。スクラーズおはしいもな、声高くなってきた。マジ、あなたは AD よ。
あなたは AED を持ってきてください。あなたは救急車を呼んでください。あなたは係員に知らせてください。私は心臓マッサージをします。あなたは動画を撮ってください。私の融資を取ってください。うわうわうわ、契約何日、ありがとう。ありがとうございます。豆腐さん、主権さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。白石真奈です。5月31日までラストアイドルというアイドルグループで活動しておりました。現在は、ソリッドキューブに移籍いたしまして、様々なことに挑戦していきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。こちらのハートマークをピンクにしてってください。ひろあき、かわいい、ありがとう。プリで結婚して、結婚はちょっとできないかな。プリプリプリ、ありがとうございます。イアン、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。今日の変わったとこどこ、今日の変わったとこ、リップの色がオレンジです。とも反対、ありがとう。ひろき、ひろき、フォローありがとうございます。インスタのフォローさん急に言うと、マジ？増えたのかな。とも反対、ありがとう。皆さん結婚して、ありがとうございます。ピコペンギン、こんにちは。豆もっちさんの影響受けないで。とも反対、ありがとう。ひょうこ、ありがとうございます。この前通販で冷蔵庫買った人いて配達した、マジ重かった、暑いし最悪した。うまい、辛いね。それは今通販めっちゃ大変そう。アマゾンがあったし。コウコウ、こんばんは。お店が自分で発電してかき氷を作るお店があるらしい。すごー、ムラッチ、ヤッホー。ともハート、ありがとう。シーマナ、最近死ぬほど美味しいかき氷食べたんだ。めっちゃ美味しかった。うん。インスタでシーマナの投稿してたの、フォロワー増えた。マジ？ボーボー、キョメダカ、こんにちは。カン、スイカのジュース、ありがとう。チュー、チュールチュールちゃん、チュール、チュールチュールちゃん、チュール。チュールチュールちゃんチュール、いなばちゃんチュール、ありがとう。ともハート、ありがとう。かき氷のシロップは何が好き？いちご。なんでかっていうと、口があのピンクになるには別に大したダメージ受けないから。水色と緑はしんどい。チャオチュールか、チャオチュール、いい。ともハート、ありがとう。ありがとうございます。チャオチュール、チュール、チュール、チャオチュール、いなばチャオチュール。今日はポップコーンがあるね。あん、湿気てる。ともハート、500個、映画館。かき氷のシロップって同じ味なんだけど、あの香りと色を変えてるから。でも人間って嗅覚でものを食べるから味は違うと思います。味っていうか、なんか感じ方は違うと思います。ギハで、ありがとう。なんかシーマナマジでポップコーン好きで、ポップコーンもうさ、シーマナちょっと 頭おかしかった時期ね、コロナ流行っててお家にいなきゃいけない時期とか、あのもうお家で食べるもんさ、なんかないじゃん。なんかお口寂しいじゃん、お家で。ずっとポップコーン、うわ、今それの時期だわ。もうポップコーン食べる時期来てる。うん、あげバナちゃん、ありがとう、たくさん。ありがとうございます。これはね、なんだっけ、コンソメ味です。うん、そろそろ自粛になるだろうね。絶対なるよね。
映画見に行くときはポップコーン絶対です。え、わかります。めっちゃ専門のポップコーン本当に好きだから、もうどこでもポップコーン食べるんですけど、もうディズニーとか行ってももう一人でバスケット持ってって一人で永遠食べてるのってぐらい好きで、で家でもポップコーン自分で一人でね、こうパチパチ揚げるさ、こうフライパンみたいなやつ買ってバチ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 ってやってさ、で上にまたバターぶわーかけて食べたりしてるんだけど、はるたここんばんは。マイクポップコーン、あ、シネマイクポップコーンね、美味しいよね。のぶらありがとう。ちあんなごありがとう。うん、シムのは基本塩にバターが好き。うん、ねじ巻き鶏グーグーありがとう。そう、ポップコーンのフレーバーが駄菓子屋にいっぱいで、マジで。うん、キャラメル美味しいね。私ものはね、とんがりコーンは食べない。スタイドルが食べないってな、あーライブやってたからね。ね、ありがとう。最後かなこれが。うん、ゆってぃひでこんばんは。見てみようトレンド。ラストライブがトレンド入ってる。うん、ラストアイドルだけになっちゃった。ラストライブ入ったのに非更新したらスクショしとこう。なんかウッディのなんかさ、ウッディのごめん今ラストライブのさ祝辞してたウッディのさ、なんかなんていうのフィギュアみたいなのさ、なんかあれが流れてきて面白か。今日のナミカの旅で最終話、最終学習見た。あら最後やばいよね。なんかまあどっちにも想像できると言いますか、なんて言うんでしょう、想像幅が広がるような。好きなご飯のお供、ビギナーさん、マサボーさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。好きなご飯のお供か、お供たくあんたくあん好き。ピザにトントンエジャックありがとう。ありがとう。カイザー、かわいい、ありがとう。たくあん。ご飯のお供、なんか考えると全然思いつかないんだけど。お供？たくあん。たくあんかな？うん。そう。ツナマヨは、ちょっと苦手。ご飯ですよ、ご飯じゃない、海苔です。海苔の佃煮だね。あんま得意じゃないんだよな、ご飯ですよ。妹がすごい好きなんだけど。ピーノのヘアマスク、ピーノのピーノ、うん、赤いやつか。結構ダメージに強いやつね。いぶりがっこ、何それ。ヘアマスク、なんかでも髪の毛ってずっと同じの使ってたら甘えちゃうらしいから、定期的に物を変えた方がいいらしいですよ。まあちょっとわかんないけど本当かどうか、でも実際そんな気がする。初めすごい良くてもさ、だんだんなんかあれ？あん時の感動はどこ？みたいなことがあるじゃないですか。なんかやっぱ変えた方がいいのかなーって思ってます。ガクヤンこんばんは。カフェラテ眠いから下波見ながらご飯3合、え、そうだ。いぶりがっことクリームチーズ合わせるとおつまみに。え、何それ、
チュールチュールチャオチュール。韓国のり美味しいね。今もキュウリの浅漬け、おいいね、渋いね。食べら、わかる、食べら美味しいよね。食べるラー油、納豆、明太子も好きだけど毎日はちょっといいかなって思っちゃう。うん、ご飯に合う音楽、トゥ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 。ひなに、ひなに、カラーだるまさんいっぱいありがとう。ありがとうございます。きえかぜん、貝殻ありがとう。ひなあきかわいいありがとう。うん。ありがとうございます。たくあん別に毎日でもいいかな。でもなんか塩分高そうだから、まあ、毎日どうなんだろう。納豆は食べないの？納豆は食べるんですけど、なんか家にあればって感じ。シーママが結構納豆好きだから、なんか納豆食べるなーって時もあるけど、なんかシーママのテンションかもそこは。うん、0時になりました。ほんとだ。じゃあ30分以内ぐらいで終わりますね。25分になったらランキング読むぐらい。39度出てて、ベントル受け取りまで8時間。いやー、やば。結構しんどいのにね。うっしーこんばんは。もう無理なんです。こんばんは。ドンキの納豆が好き。ジャムちゃん、好きシーマなー。シーマの試食はお菓子。あ、そうかな。どうだろう。えさくこんばんは。チャンネルタンチアナゴありがとう。梅納豆美味しいよ。シモナのパキってやつが好き。パキってやつ。カワこんばんは。パキってやつでしか食べない。なんかシモナね、なんか結構あんまりいない、賛否両論なんだけど、納豆は私中粒納豆か大粒納豆が好きなの。あんまこういう人いないんだけど、なんかみんな小粒小粒、小粒しか納豆しか言わんとか、小粒しか勝たんみたいなことみんな言うけど、シーマナは大粒か中粒、できれば大粒が好きです。うん、そう、引き割りは論外。最近ハマってるお菓子、あんまりなんか、なんこれって あれが好き、あのセブン の緑の梅干し、カリカリ種抜き梅干し。何食べたらそんなに肌綺麗、肌は綺麗じゃないんですけど、あのシュウエムラのファンデーション使ったら綺麗に見えるよって感じ。もうこれは本当何回混ぜる、なんか結構なんか私納豆は味を食べたいので、栄養あるとかさ、栄養を取るためにはなんか何回混ぜるとかさ、栄養取るためにはご飯が冷たい方がいいとかめちゃくちゃ言うじゃん。シーマナはあったかいご飯に納豆5回かき混ぜただけの納豆がかけたいだけなの。もう何、味が好きなので、栄養はいいのだから、もうそういう感じで食べてる。うん、あ、極王、ええ大粒好きな人いっぱいいる。大粒好きな人、私も好き。大粒好きな人が好き。ひかつんこんばんは。なあなこんばんは。もっちーたくお、金融家人センターレフ版なぽー、引き割りは嫌です。なんか嫌、なんか嫌いとかではないんだけど、別に好んで食べないかなって感じ。うん、で納豆巻きは食べません。シーマの基本食べたことはほぼないです。ちっちゃい頃にぐらい。うん、手のおかんの友達が、そうなんだ。本当に120回混ぜると美味しい。ね、もういい、いい。あの、私、大粒で糸が引いてないやつがいいの。なんか、あの、なんだろう。あの、なんか、混ぜた時の泡とかがダメなの。たしくん、こんばんは。いやいや。たつのたしご。ありがとうございます。納豆に卵は足さないです、今のは。
うん、納豆はタレが美味しいってことに。そうですね、あの独特のタレがいいんですよね。あ、ネギ美味しいですね。からしと刻み九条ネギ最高ですね。ゆいありがとう、チェアナ。ありがとうございます。エンペラーペンギンかっくん、こんばんは。え、大粒好きな人めっちゃいるんだけど。好き、ありがとう。キッチントルコ石夏田リツトシトシ、うん、こんにちは。キムチオクラ納豆は好きじゃない。シンさん、うん、納豆のタレって体に悪いらしい。そうなんだ。うん、シモだったら納豆食べてる姿も絶対に可愛いと思います。でシモの納豆はあれだから、あの糸引かせないで食べるタイプ。めちゃくちゃ器用だから納豆食べるの、うん、すっごいなんかもう納豆をまるであのただのこうそぼろご飯を食べてるかのように食べるようなプロだから。そう、ショールームでしか見たことがないのでシモのサイズ感がわからない。だいたいサイズ感で言うならば、だいたいその辺を歩いてる女性ぐらいの大きさです。もう私もその辺を歩いてます。なんか、平均身長なんで、私は日本人女性の平均身長なんで、その辺を歩いてる感じです。私ももうあの渋谷とか歩いてるぐらい。うん、もう平均です。うん、レタスおはしいもな、うん、昔給食で納豆が出た時、友達が食べずに未開封なんとポケットに入れて、帰りにポケットの中で開封され、やだー、カオス。うん、新物実際にいた小粒です。新物のいちご3個分、新物155cm です。一応公式158です。うん、実際見たらかなり細い。いよいよ太くはないですね、あんまり。まあ、で小粒でもないです。混ぜた方が絶対、いやー、しもの混ぜないの。うん、キャシャじゃないの、違うのかな、わかんない。ヨーフェイこんばんは。あるライブの開演前、物販列で目の前で納豆食ってんだ、朝飯ってなった、どういうこと。うん、新物をパキッてするとタレが、どういうこと、死ぬ、殺す、血。中学の時、先生が学生の時に全部入れられる事件があって、やだ、うん。それは怖いですね。うん、TKC ノット、なんか外国の人からしたら TKC って受け入れられないらしいよ。なんか嫌なんだって、やばいらしいあれ。うん、おいしいな、はい。うん、100曲くる。今の縦の動画 YouTube にあって、すごいかっこよかった、マジありがとう。うん、今の初めて見た時かわいすぎて隣にいる人バンバン叩いた。めっちゃ怖いじゃんそれ。生卵、なんか海外ってあれなんですよ、火通さないと危ないんでしょ。うん、衛生上食べるのが、あ、そうなんだ。実際かなり、ね、新物をしてやかなかな、面白くはないよ。だって、アイドルだもん。あ、嘘だった。ごめん、アイドルじゃないわ。ウケる。アイドルじゃなかった。黒いくら、黒いくらい、黒いくらいが好き。うん、生卵を食べることができる、2分くらい。あれもね、生の海藻を食べれるのも日本人だけ、消化できるのは日本人だけ。うん、ひよこになる途中のを食べる国って、海外はそうじゃない、結構なんか足とか出来上がってるんでしょ。うん、ヤリの卵、え。うん、日本は他の国、他国の許さないフレーブとか、日本は安全なんですね。うん、タコも海外では食べないみたいで、悪魔、うん、コロコロ卵はベトナムだって、付
き味そばうどん好きだな。島の今日はね、かまたま間違えた、山かけ月見うどん食べました。うん、ピータンフグ最初に食べね、本当に死んだんじゃない、何か死んでそうじゃない。うん、タコ食べるのは日本韓国ギリシャぐらいですな。トンジロトンジロだよ。おうどん、うどんが好きです。明日も昼ご飯はハンバーグにします。トンたちこんばんは。タンジロの歌歌って、どうなんだっけ、タンジロ心を何に例えよう、黒豚ハンバーグあじゃないんだけど、うん、チュチュチュン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 。あって、でも歌詞が思い出せない。うん、なんだっけ、白石萌音さんめっちゃ好き、シーマナのこと好きって言ってくれてなかった、みんな好き、呼び込みくん。トゥ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 ルトゥーン、トゥ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 、夢見もこいち、こんばんは。うん、無理だ、一人は難しい。うん、白石蔵之介って知ってる？知ってるかも、わかんない。芸能人の方じゃないの。うん、じゃあ次は海鮮リバのお魚天国。魚魚魚魚を食べると頭頭頭頭が良くなる、わかんない、こんな感じ。うん、テニプレの白石から、あーテニスの王子様、わかんないんだよね、 CM の見てなくて。うん、でもテニプレ面白そうだなって思ってる、なんかね気にはなるんだよ。なんか友達がすごいテニプレ好きだったの、高校の時の、もう会ってないし連絡先わかんないけど、友達が仲良かった子が好きだったから面白そうだなって思ってました。うん、魚歌ってるイメージ画像が納得いかない、魚くん映画になる、すごー、みんなタイに来てもらいたいです、食べに連れて行ってくれます、スイカの名産地、どんなんだっけ。格闘漫画、テニスを題材にした格闘漫画なの、戦うの、ボコボコ。うん、シュンこんばんは、魚大好き、1日3食生魚食べれます。おいしい、うまい、崎陽軒、この人でも見たことない、方面店員がめちゃくちゃ強い漫画見て、相手をコートの外に吹っ飛ばすのが当たり前なテニス、そんなことあんの、何テニスって、え、テニスってさ、コートから出たら負けみたいなゲームなの。うん、クロマスも見てなくて、ちょ無知が恥ずかしいんですけど、クロマスと、あとあれも見てないの、稲妻イレブンみたいな、サッカー見てないし、最近は途中で離脱したんで、日向翔陽くんが一番一押し、多分もう変わることはないと思って、私日向翔陽だわって思った、日向翔陽くんが好きですけど、なんかなんで見るのやめたかっていうと、なんか何マジで感情移入しすぎて、もう言ったこと何回もあるんだけど、感情移入しすぎて、なんか第2期とか、 なんか総体のなんか予選会とか、もう全然さ、それこそ無名のチームとかに勝ったりするわけじゃん、
で負けたチームのことを考えるわけよ。無名なんだけどね、もうここからアニメだって漫画だって出てこないようなチームですけど、そういうチーム見てるとなんか悲しくなっちゃうの。彼らの3年間はもうここで終わりなんだって、モブで終わるんだって思ってなんか悲しくなっちゃって影森目線ですね常に。結構そういう体質かもしれない。佐々木さんこんばんは。うん、毎回でもなんかもうシク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 しちゃうから見れなくて、そんでやめた見るの。広瀬ケイニャンフォローありがとうございます。うん、玉夢でも影森が好きです。でも主人公もなんかすごい、なんだろう、複雑なんだよね。日向くんには勝ってほしいんだけど、でも負けるチームがあるっていうのがすごい辛いなって。うん、ヒーローフォローありがとう。うん、結構ゆとり世代平和女だから、ゆとりではないんだけど、で Z 世代っぽいらしい。わかんない、学校土曜あったしだから。うん、高校よりもいいじゃん、数百個。え、なんか辛くない？すごい頑張ってきてさ、もしかしたら最後に甲子園いけるかもって思ってさ、頑張るわけじゃん。わかんないよ、めちゃくちゃモチベがある人とさ、まあちょっと出るだけがいいでやってる人がいるような部活もあるかもしれないけど、それでもさ3年間野球やったりとかさ、早退とかサッカーとかさやってるわけじゃん3年間。どんな心持ちであろうとね、なんかそういう人たちがやっぱ負けるっていうのは辛いですね、やっぱり。うん、負け続けてます。うん、でも負けたことで、でもさ勝たなきゃ意味がないっていう言葉だってあるじゃん。どれだけ努力してようと結果が全てだっていう世界でもあるわけですよ、スポーツって。ものによるけどね、そこの努力過程がすごい良くてそれが評価されて、でじゃあ次につなげるためにこうしようってなるものもあればそうじゃないものもあるわけですよ、この日本にはね。すごい悲しいじゃんね。下野はそう吹奏楽でしたね。吹奏楽でした。金賞取っても県大会に行けないってことだってザラだし、難しいですね。うん、ランターメンこんばんは。うん、でもなんかだいぶなんかラストアイドルにいたおかげで勝ち負けに対して結構なんだろう、大事なものだなって思うの。勝ち負けって大事なものだなって思うから、だからじゃないけど、あのソシャゲはランキングが出る方が好きです。なんかランキングなくて平和、このソシャゲすごいいいっていうやつあるじゃないですか。しまの達成感ないんだよね、あれ。人と競わないと記憶得られないもの。なんか言ってるよこいつって感じだけど、だから私プロセカがすごい好きな理由はランキングが出るの。目標がやっぱできるじゃん、そしたら。で、ああじゃあ今回のソシャゲ、今回のプロセカのイベント、コハネちゃんのイベントだ、キーベだ、はあ、コハネか、だったら3万以内には、いやいや1万円以内には入りたいっていうモチベーションで最後まで叩き続けることができるから。シロナは押し部になると3万以内確実に入りますので、はい、前回もう異常に叩き続けて、いつだったっけな、なんかあのこう猫ちゃんのね、なんかベレー帽かぶってるやつ、あのあんちゃんと小羽ちゃんの星4のカードだったんだけど、あれは1万以内に入ったかな確か。もうえぐいほど大した。もうなんかその日ね、なんか静岡まで行ったの、論考で静岡行って熱海行ったんだけど、もう電車ずーっとパチ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 でさ、あれなの、静岡って論考で行くとあの JR がねめちゃくちゃトンネル入るんですよ。トンネル入るともう全部切断されるので、なんか入室とかさせてもらえなくなったりして、あーなんだよこの野郎って思いながら、うん、2位じゃダメなんです。うん、そう、うん、パチ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 やってるわけですよ。うん、うん、なんだおやすみなさい。
ポップコーン、ポップコーン。ポップコーン。傷ついても、傷ついても。コンソメ。結局勝ち猫だ。まあランキング出る方がやる気出るよね。今日友達と話しててさ。なんか友達は、あれなんだって、ランキングが出ないソシャゲが好きなんだって。ちむの、いや、ランキング出ないとやる気出ないから無理。山とこ通るとかやっぱね、トンネルすごいからね。鈍行で行くとさ、パスも使えなくなってさ、途中で生産しなきゃいけなくなるっていうあるある。なんか、どこだっけな、熱海かなんかからね、パスも使えなくなる。ライちゃんこんばんは。ドライアイではない、シーズリンでも順位つけてください、モチベーションに。多分ね、そのためのランキングだと思うんだこれは。そう、ビギナーザおはしいもんな、こんにちは。東海のトンネル長いの。数値化は大事。数字だけが真実。高校2年理系だった女は言う、数字だけが信じられる。はい、こんな感じです。チュー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 、なんか写真あげれる写真あるかな。チュー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 じゃあ過去にエビ食べた写真あげとこう。待って、これダメだ。なんか、いやでもこれぶっちゃいくだな。まあいいか、エビ。なんか画像あら。エビの写真あげました。エビ。結局お金を持ってる人が正義なのか。で、ここの壇上で上がってる人ね、星三種で上がってる人いますよ。いやん、花束ありがとう。ありがとうございます。何千枚も写真あるけど、ぶちゃんの写真なんかない。え？で、めっちゃエビじゃない？超でかいの。めっちゃでかいから、写真、あ、エビだ、写真撮るって言って撮った。あ、待って、この写真消そっかな。ちょっと、ごめん、消すわ。保存するなら今だよ。保存するのは今です。消します。よし、5、4、3、2、1、0。ごめん、追記します。よいしょ。また、こんばんは。エイハット、ありがとう。ありがとうございます。ごめんね、あげてから気づくものってあるわけよ。やめておきますね、今のは。いい反対、ありがとう。加工してないっていうか、なんかちょっとやっぱご飯食べてるものだから、ちょっとお箸がちょっとあんま良くないなって思って消しました。そう、ごめんね、申し訳ない。動画上げとくから許して。久保田ささやか、
これあげたかな、もしかして一回あげした、ごめん。うん、今のエビは生きてない、むかれてるよ胴体はむかれてる。プーチンさん、ほらありがとうございます。お箸のりが、そう、なんかあのなんか食べたのかな、わかんないけど、なんかあんまり綺麗じゃなかったから消しましたいいです、もう一回映ったもんなんで、あのここにいる人たちには共有、消えた理由は言いますけど、お箸があんま綺麗じゃなかった、そこです。理由は動画あげたんで、こっちいいねしておいてください。うん、今日のグラスかマジ、今日オレンジ、よく可愛いけど、あれどこの、あれはダズリン、うん、マルティアン受験さん、こんばんは、白石真奈です。5月31日までラストアイドルっていうアイドルグループに所属しておりました。現在はソリッドキューブという事務所に移籍いたしまして、夢を追っている最中でございます。こちらのハートマークをぜひハートにして応援してください、よろしくお願いします。うん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 、25分になったらランキング読むからね、25分になったらランキング読むよって言うからね、うんなった早っなったってじゃあランキング読むよ、ランキング読むよっていうねひらいちまなです。プロレス貝殻ありがとう、ありがとうございます。あ、ひとでちゃんもありがとう、ありがとうございます。では10歳からみやるん、目標はいつもダンジョンに乗ること、ありがとうございます。乗ってるよ。全員がりんたろ、ぴょんぴょん、ありがとうございます。全員がしょうご、ベトナムでも知らなかった、愛してる。ベトナム行ってんのか、もう早いね、もう行ったんだ、頑張って。ジェイがドラッキー、大粒納豆大好き、結婚するしかない、脅しあ、うん結婚するか。9位がレフ1、納豆のに眠る強く、新物をずっと押し続けるギロピーク、お願いします。で8位がジンタン、ゆっくり休んでね、もう寝る寝るね、一緒に寝るか。そして7位が金融家人、寝不足でも無理して配信してくれる CM に甘えて、え、マジで今日ほんとに妹に、いや配信しない方がいいよって言われたんだけど、かあその前に、あちょっと寝るわっつって15分寝てきたら割と復活。うん、6位がアプリリ、占いで俺の好きな人幸せになるらしい、結婚しよう、結婚したら幸せになれるの、じゃあよろしく。5位がエイイン、明日からひまじんぴえん、あーでも大丈夫だよ、シエモナが配信するから。そして4位がヨッピー、甘えかした100代ちゃん、ありがとう、いつもありがとうございます。そしてじゃん、3位がカーン、カン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 、ゾク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 、ありがとうございます。そしてあー誕生が動いちゃった、ごめん、いくよ。とミアルン、リンタロウ、ショウゴ、ドラッキー、レフバン、金融家人、プリリ、エイイン、ジンタ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 ン入った、ありがとう。ありがとうございます。そして、4位がヨッピー、3位がカーン、ザクザクザク。で、じゃん。2位がトモ、ありがとうございます。ジュキ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 ーン、ありがとうございます。ごめんね、何ちょっと、息はね、やったら死ぬので、30秒以上目指していきたいと思います。まだ数えてくれるべ、みんなが。ガチ。こんにちは、プロリスクキャット、ありがとう、ヨッピーこんちゃん、こんちゃんじゃない、ヨッピーチョキチョキって言ってた、よし、ドゥルルルルルルドゥン、1位がエビピラフ、ドゥ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 、魔法
魔法じゃない秘密道具かのような登場の仕方。ゆびぴらふありがとうございます。ツンツンズシッキュブチ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 。ダメだ30もいかなかったごめんすまねーまあいいでしょうということで皆さん来てくれてありがとうございましたたやばポップコーンが入った新潟の期間にポップコーンが入った誰ポップコーンが入ったのてつお花好きいやありがとうありがとうございますでは皆さん来てくれてありがとうございましたよいしょスタッツお花好き全然違う違う今のありがとうスタッツリロお花好きありがとうございます薬ありがとう。ありがとうございます。では、皆さん来てくれてありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。30分だ。おやすみ。5、4、3、2、1、0。